平野先生より香川県のモダニズム建築について概要説明がございます。皆さんこんにちは。松本先生のお話の前に少し香川県のモダニズム建築について話させていただきます。ちょっとモダニズムの聖地とちょっとこう大きく出てしまったんですけれども、かなり他の県に比べてですね、モダニズムの建築がこうまとまって残っていると思います。そのことも四国4県の中ではかなり残っている。それから、金子正信知事っていうそういう流れとか有名な建築家が出てきたという集まってきたという面でも、ちょっとそういう意味合いはあるのかなと思います。それでですね、ただこれらの建物、優れた建物はあるんですけれど、今まで結構この近モダニズム建築で壊されていったのがあるんです。あちらにあります。これは昔高松にね長い間おられる方はご存知でしょうけど、三越の斜め前にありました旧高松警察署、しばらく警察署なくなって香川県の分庁舎になってたんですが、壊されました。かなり様式建築なんですが、ディテールなんかも結構優れたものだったんですが、壊されてしまっています。どうぞ。これは県営桟橋ということで知られている建物です。つい最近までですね、これ昭和3年でしたかね、最近の7年、昭和2年ですか、に作られた建物で、瀬戸家のところの、場所にも使われたんですが、壊されていったという建物ですね。次お願いします。これは先ほどの分庁舎という高松警察の前にありました高松生命ビルです。これも玄関のところがですね、ちょっとアーズデコ風の入り口がありまして、なかなか趣のある、建物でした。次お願いします。これは強盗ですね、ちょっと高松の市街から西の方へ行ったところにある警察の検挙本部の横にありました、射撃場です。これもお話に聞きますと山本忠ですね、県にいた山本さんが、いろいろこう建物の県の相談を受けてみたい増えてたみたいで、鉄骨でやるのをやる気でやれないかということを提案して、結構 RC で作ったという建物、ミノムシ状でね、いろいろ音響的にもなんか考えたようなことを言われてましたですが、それも、時代の流れで壊されているということですね。次どうぞ。これは観光通りのところに、ありました、村野東郷さんの建物が作られた、ガソリンスタンドです。なんか全国で3カ所をなんかされたようですが、摂取と中国を一緒に回って、そういう中国の宝刀みたいなものをインスピレーションを受けて作られたんですが、これも私なんか壊される3週間前ぐらいに友達から聞きまして、で、わあと思ってあれがということで、慌てて見に行って次第なんです。次どうぞ。これも壊されているところなんですけど、映画 のギターを抱いた渡り鳥というシリーズで、ここが舞台になってまして、そういう意味でもちょっと場所で、これ図面があるのかどうかもちょっとわからなかったんで、ちょっと自分たちでこうなる前に入らせてもらって実測調査をしました。次どうぞ。こういう形になってまして、当初は本当にここ屋根がこうなってるんで、先ほどもちょっとお話ししましたが、シェル構造なんかなって話もありましたけど、下が下がコンクリートで、その上を鉄骨 のオーバーリーをその上に乗せて、そこには上に 木の タルキをこうそれに沿わせて作っていく、今風に言うとこうハイブリッドで作られた建物でした。はい、これも山本忠が関わった屋島陸上競技場で、金野猿之助さんは昭和27年にヘルシンキオリンピックに自ら出場なんとかされているんですが、そういうところで
神事のそういう、風情といいますか、競技場なんかのイメージを現在的なイメージに持ってこられて、これも、まあ、新しくこう建物を改造するに従って変わったり、まあ、こんな形で、どうしてもね、建物というのはやはりそういう仕組みがありまして、まあ、古くなっていくということがあります。それから、まあ、近年、これ近年だけの特徴ですけれど、本当にどんどんその建築の構造基準が変わっていきまして、震災があるたびに、低くなって、まあ、そういうことで現行の基準に合わないということで、まだ使えるのにというのが壊されていっている、そういう現状です。でまあ、今まだ生き残っている建物と思ってちょっと取り上げたのはあるんですが、これが、百十銀行一通り支店で、まあ、百十銀行本店ですね、百十市ビルは今もこう立っているんですが、これは、その当時やっぱり作られた建物で、同じ多分二階さんの関係の設計者だと思うんですけども、まあ、なかなかね、シャープで綺麗なモダニズムの建築です。はい、次どうぞ。これは、水谷さんですね、英介さんが設計された、四国物産本社ビル、観音寺にあります。コンクリートのこうマスをこうつなげていった建物で、構造的にもですね、ちょっと裏側の写真、まあ、これ持ってこなかったんですけど、片持ち張りで、独特の形態で、まあ、ここは個人の方なんで、個人 の, その会社なんですけど、非常に大事に使われてて、まあ、これからもこういう形で残っていくのかなという。思います。はい、ただこれは高松市内 NTT の高松 NTT 高松病院が改め高松診療所になっているんですが、山田守さんっていう方がやっぱり国際様式をされた京都タワーですかね、あれも作られた、設計された方の事務所がやった建物です。なかなかそのインターナショナルスタイルのこう伸びやかな穴が今も残ってまして、これも、残っています。まあ、ただですね、こういう今まで壊されたものとか、こういうものがこうまとまって残っていきますと、まあ、僕ら建築家っていうのはこう思い入れがあって残したいと思うんですが、まあ、一般の方は便利だからいいじゃないかというようなことになるんですけれども、なんか、ね、全体と残っていく香川県 の, その文化的価値っていうのがこう上がってくるかなと、まあ、観光的にもそれから産業的にもこう盛り上がってくるかなと思うんですね。今は分かんないけども将来10年20年経っていくごとにこういうものが残っていくことのやっぱり意味が建築家されるだけでなくやっぱり一般の方もこう徐々に、まあ、分かっていただけるようになるのかなと思ってます。まあ、今回の講演会もそういう一般の方もこう建築の良さを知っていただきたいという意味を込めて行きたいと思います。あ、これもあるんですよね。八島産業駅、ケーブルカーが数年前にもう廃止になっちゃったんですけど、この産業駅は残ったままになってます。ちょっとこうなんですかね、トランクロイドライト風なデザインもあってますけど、なかなかない小さい中にも複雑なデザインがあって、ちょっとやっぱやり手の設計者の方がやったのかなという印象はあります。いついつで、まあ、この、今回のテーマであります、県立体育館ですね。まあ、これも、ね、どうなってくるかなっていうことなんですけど。はい、次。で、ちょっと大きく出てみました。これらのね、ものがですね、残っていけば、将来10年、20年、30年残っていけばですね、こう、香川県の一つの、こう、建築群が世界遺産になっていくのではないかと思います。私はイスラエルに見とき行くんですが、テルアビブっていうところにはそのモダニズム建築の集合が集団があって、ここはもうそれが世界遺産になっております。だから香川県も決してそういうことは夢ではないというふうに思います。まあ、そういうことも踏まえて香川県の方々ですね、何か今日のお話がまた自分の糧につながればと願っております。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆様お待ちかねの蓮熊博先生のお話になります。どうぞ拍手でお願いします。
ご紹介いただきました松熊です。よろしくお願いします。今日はですね、今和歌県のお話をしてくださったんですけど、もう少し広い話をさせていただいて、あちこちで起きているのも含めて参考にしていただければと思います。じゃあ早速たくさん持ってきちゃったので、画像を使いながら説明させていただきます。あ、そっか、ここのやつ出さないといけないですね。ごめんなさい。遠隔操作できるので、この中で。フードにそうだとモダニズム建築ってちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけど、モダニズムって非常にその普遍的で世界各国も同じものじゃないかという話があるんですけど、ただ僕は香川県もそうなんですけど、あちこち巡り歩くとやっぱりその場所に根ざすためにある種のこう変換というか違う形になっていっていて、むしろそれが非常に個性的に見えてくるということが起きているので、その話もさせて、それからお話がさっき世界遺産まで飛んでましたけど、優先文化遺産であり地域の資源であるっていうことをちょっと考える時期に来てるんじゃないかなと思います。それで非常にちょっと堅苦しい話になっちゃうかもしれないですけど、国の重要文化財に少しずつ指定をされていまして、いくつか の建物をご紹介したいんですけど、熱海県の広島の平和記念資料館ですね、これが、重要文化財になりまして、今年ちょうど70年という節目を迎えるんですけれども、いろんな意味で重要な建築です。それからもう一つ広島に寺野東湖の世界平和記念制度という建物があって、いずれも私が今代表しています、ドコモという近代建築を保存する活動をしているですね、世界組織の日本支部で1999年に20選というのを選んだ団体が入っていて、で実はこの2つ の建物はある制度があるんですけども、広島には市民グループでアーキウォーク広島っていう人たちが活動を続けておられて、多分年に何回か建物巡りということでいろんな建物を公開してですね、ガイドツアーみたいな形を続けておられます。僕も広島に何度か通ってるんですけど、大変親しくなって案内していただいたことがありますけれども、おそらくこの人たちがやっているような活動が各地で起きてくるっていうのが一つの目標じゃないかな。つまり建築の話を建築の中でしててもしょうがないことで、建築を発注する人もそうだし、使っている人たちもそうだし、遠くするそういうふうに見てない市民の人たちが建築に対する関心を高めていってもらわないと、多分いい建築もできないし、いい建物も残らないと思うんですね。でこういうマップを作って、どこのルートを巡るとどういった建物があるということを彼らに言われて、でもちろんその今ご紹介した安倍さんの建物もありますし、原爆ドームなんかも入っているこういうガイドマップも作られています。でこれが僕は素敵だなと思ったんですけど、このアーキオーク広島のミッションっていうのがあって、とにかくその建築を見るっていうこと自体がまだ市民のものになっていないので、そういうきっかけを増やしていって、最後は持ち主を褒めようっていう話になるんですね。でそうすると自分が使ってきた建物が古くてボロくてと思ってたのが、実は使
素晴らしいんですよっていうふうに言われると少し意識が変わるし、そういう目でみんなを見るようになると、また建物って上手に使われるようになるので、なんかそういうサイクルを動かしていきたいっていうのがこのアーキオ広島が考えていることなんですね。なんか大変参考になるかもしれないけど、なんかホームページも出されてるので、作られてる、それからあのちょっと飛びますと山口県にあの同じ村の通りに作ったケシミカン、これもあの宇宙戦争の時に作られた建物なんですけど、あの重要課題になって耐震改修を今始めるということになったんですけど、これはあの市民館という名前を村の東郷が命名して建築雑誌に発表してるんですけど、僕はグーペのこの市民館のシンポジウムでその話をしたんですけど、日中戦争が始まる時に市民館という名前を付ける建物を作る、そういうふうに名付けること自体非常に珍しいことじゃないと思います。むしろ小国民という感じであるので、これはある種の村の東部のヒューマニズムの表れだと思います。それからあの四国ですけども、香川県に木津小学校という木造の小学校があります。先ほどあの香川県の建築遺産の素晴らしさの話を平野さんしてくださったんですけど、僕はあの四国っていう場所がものすごくあの建築のいろんな姿を見せてくれる場所だったけども、きっかけがこの木津小学校でして、94年に撮影って書いてあるんですけど、今から21年前に初めてこの図書館を見に行って、えらい感動して、それでまあ一緒に行った花田義明さん、神戸芸術工科大学の先生ですけど、彼がそれからここに通い詰めて、まあ、保存活動をやって、松村さんで論文を書いて本を出した、まあ、そのきっかけになったというのが写真ですね。で、あの、最後の話にもなるんですけど、結局、あの、古代との建築っていうのは日常の私たちの暮らしそのものを支えている、ここにある建物っていう感じなんですよね。だから日常の生活から離れたところにあるものじゃなくて、私たちが普段使いしている建物そのものなんだっていうところに、まあ、特徴と難しさがあるんですけど、この小学校の場合はやはり、いや、こんな小学校卒業したかったなっていうふうに素直に思うぐらい素敵な小学校で、だからこそあの最終的にはそういう方々がこれやっぱり残そうよっていうことで粘り強く活動を続けてくださったんですね。でこれ着いた時に結構これ山奥で難しい道で迷って夕方に着いて放課後になってたんですけど、子どもたちが帰らずにやっぱり学校で楽しそうに遊んでたんですね。で子どもたちが帰って過ごす場所だっていうことを分かって、松村さんがゆったりとした広い階段を作っているっていうのが分かって、まあ、細やかな設計をされているのがよく分かりました。で、あのこれが2階の図書館のところですね。で図書館の外側にテラスとかいらしていて、ここで子どもたちが本を読んだんですけど、こういう経験って多分子どもにとって一生のものなんだと思うんですけど、まあ、こういう建物もあの起こってたんですね。それでまあ最終的にはあの耐震改修と機能アップで別棟の特別教室を別に作って、で直して、でオリジナルに復元して、でこれは実はあの世界的な賞を取りました。あの表彰式がニューヨークの立体美術館で開かれて、あの八幡浜市の地元の教育委員会の人まで、あのニューヨークの近代美術館の表彰に来るんですよね。この写真見ていただけで分かると思うんですけど、そこにこう透明性があるというか、ガラス張りの軽い校舎なんですよね。で、まあ、このことも含めて結局最終的に国の重要文化財として、まあ、戦後の木造の建築が重要文化財なのは非常に珍しいことだと思うんですけど、まあ、これも本当にいろんな人の思いがつながって、半分奇跡のような状態でこういう形になりました。で今お話した通りですね、あの僕たち意外と気がつかないんですけど、古代ゼロの建築がそれ以前の建築と明らかに建築と人間の関係を変えたと思うんですね。でこれ実はあの高野口ってあの和歌山県にあるという建物の木造の小学校なんですけど、これもあの本田先生って和歌山大学の先生がかなり尽力して、あの、まあ、木造の校舎ってさっさとコンクリートに建て直せるってすごく強いんですが、
小田先生が相当尽力をされて、ちゃんと直して、最終的にこれ、重要文化財になったんですけど、やっぱりその明治期から続く、いわゆる学校制度の中で作られた、旧来の木造の小学校ですから、伊豆小学校とはやっぱり違うんですね、やっぱり。だからこれが価値がないってことじゃなくて、違う価値を持ったものとして、小田泉の建築があるっていうことをちょっと今日、理解いただくといいなと思いました。それで今、重要文化財に指定されているものが9件 あるんですけど、これ、加減点の時にも話したんですけど、4件が瀬戸内海にあるっていうことと、それから4件が外国人が設計している。ですから、例えば重要文化財だけで取り上げた時に、これまだちぐはぐなリストなんですよね。誰かがこう系統的にこういうふうにまとめていったというよりも、なんか気がついたらこういうバランスになってたというだけで、ちょっと僕は情報をちょっともらったんですけど、文化庁の方も、果たしてこの後、モダニズムの建築、戦後の建築を、どれをこれから重要文化財にしていくのかということを、ちゃんと考えるということで、なんか委員会を来月ぐらいに発足させる予定です。まあ、ようやくそういうところまで来た。まあ、僕自身はトコモという活動を2000年から始めています。初代の代表が鈴木朗希先生だったんですけども、ちょうどお体が悪くなって、まあ、僕が副代表になった翌年にも亡くなってしまったので、タッチでバトンを受け渡してちょっと重責なんで困っているんですけど、皆さんに助けていただいてなと思っております。ドコモで選んだものが、まあ一つのきっかけにもなっているというリストなんですけど、ドコモで選んだものがそれ以降にですね、重要文化財に指定されているんですけれども、これ見ていただく通り、すべて2000年代に入ってから指定されています。まあ、これ明らかにその21世紀というですね、世紀を超えた時に20世紀の建築っていうものに対して目が注がれるようになったということの一つの証拠だと思います。まあ、それから国の登録有形文化財についても次々に今指定をされています。ドコモジャパンでは一応選定の基準みたいのを大まか決めてるんですけれども、まあ大体1920年から79年ぐらいまで、元々70年にしてたんですけど、少し広げた方がいいだろうと思って79年までにできたものを選んでいます。もちろん現存することが原則なので、今一番困っているのは募集団がどんどん減っているという状況と、選んだものが次々にやはり壊されているという姿があります。それから今少しずつ理解が深まっていると思うんですけど、なんか保存という言葉がなかなか難しくなってまして、保存というとなんとなく凍結するとかオリジナルの状態に戻すとかですね、そういうことはたくさんやられてきたんですが、むしろその直して使うとかですね、使いながらいい状態を保つみたいなことが実は課題になって、それはもちろん古代でも建築だからなんですけど、神社仏閣とはちょっと意味が違うので、普段使いしてるからこそそれを大事にしながらどうやって付き合っていくのかということが今すごく求められています。でこれは少し前に出た考える人っていう新潮社が出して機関誌なんですが、ちょっと印象的だったのでご紹介してるんですけど、直して使うっていう文化日本人は得意だったはずじゃないかっていう特集なんですね。金継ぎとか例えば傷んだところを直しながら大事に使うっていう文化があっただろうっていう特集の中に初めて建築が取り上げられたんですね。いわゆる建築雑誌じゃないところで、でこれは国際文化会館という建物なんですけれど、これも実は非常に開発の波に乗り込ませそうになりましたけど、土壇場でここを愛しておられる海外の人たちがかなりメッセージを寄せてくださって、土壇場で残ることになったんですね。でこれは実は改修をしている時の工事写真です。でこの特集を組んだ方がどなたかどうか知らないんですけど、ここにもはっきりと保存のための保存ではなく、古い建物をそのまま保存するのではなく、社会的な価値を残しつつ新たなものに再生させるというのは
欧米では建築家の大きな仕事の一つです。日本では残しながら上手に修復させ再生させるという価値観をもっと育てていくべきですというですね、なんかすごく大事なことが前提として書いてます。本当にこの下の部分を作り直してるんですけど、オーバーホール状態でジャッキアップするような言葉でやって大事にしました。例えばこの木の冊子なんかもどうやったら残せるのかっていうのディテールを一生懸命考えて居室の機能性を担保しながらでもオリジナルもなるべく大事に残していこうということの工夫もされています。まあ、それで再生された姿なんですけど、本当に良かったなと思うんですけどね。また面白いこと結婚式がここであって撮った時の写真なんですけど、で例えばこの建物が残っているとどういうことに僕たちが思いを寄せられるかっていうと、1955年に同じ場所にコルビュジエが来てるんですよね。後ろに立ってる建物は今使ってるんですけど、と同じで前川国屋と赤倉順道が映っていましたけど、ただそういうものに同じ場所に僕たちが今でも立って同じように彼が感じたであろうものを受け取れるっていうことも素敵さみたいなものであって、とても特権だと思うんですけど、それで例えば今の国際文化会館とちょっとこれ極端ですけど、今でもありますけど学士会館という建物がありますが、こういうものってやっぱり明らかに違うわけですね。建物を持っている性格が、これはこれで非常に権威的だし、威厳があるっていうのは威厳があるんですけど、でもちょっと簡単に近寄れないっていう建物ですよね。だからそれがやっぱりこの国際文化会館が持っている雰囲気っていうのはもう少しこう開かれた、ここもちょっと敷居は高いですけれども、でもなんか入った時にそのまま僕たちが受け止めてもらえるし、中と外がこう一体になるような場所を作ってくれてるわけですよね。小川治兵衛が言った庭も有名ですけど、なんかその辺のことをちょっと意識していただきたいなと思います。それから私は前川国夫の裁判年にちょっとだけかすった人間なので、そのこともあって青森県の弘前っていうところに随分通ってるんですけど、来月もまた行かなきゃいけないんですけど、人口18万人のそんなに大きな町ではないんですけれども、ここに前川国はたくさん仕事を残しています。きっかけはもともと前川さんのお母さんが弘前のご出身だったということもあるんですけど、これ前川国用 の仕事を僕が晩年改修工事の中で弘前に行った時に安宿のシティホテルに泊まった時にフロントに置いてあった弘前の案内図です。よくありますよね、ビジネスホテルに。この青い丸が武家屋敷とかですね、カトリックの教会、弘前は空襲に遭わなかったので、結構観光名所に残ってて、もちろん弘前城の桜も有名ですし、ネプタもありますので、観光客の人はたくさん泊まりに来るわけですからね。で僕が驚いたのはこの赤い丸なんです。赤い丸を見ていくと、ここに書いてあって、赤丸印は、建築家前川国がやった建物ですって書いてあるんですね。これはかなり僕はびっくりしました。つまり事前ホテルに泊まる人の客がですね、フロントで前川国の建築見に行きたいのがどこにあるか教えてくれっておそらく繰り返し聞いてたんだと思うんですよ。だからっていうことで式ホテルの人がプロッとした地図作ってるんですね。でもちろんその博物館とかですね、劇場なんかはやってるんですけど、市役所とか、市立病院とか、あと斎場ですね、およそ僕たちがその建築として見に行くようなものだと思ってないものも全部プロットしていて、8つここにプロットされてるんですけど、全てを見たり、それからその前川国夫がいかにこの町の市民たちが使う市役所だったり病院だったり学校の行動だったり斎場ですね、そういうことに気がつくんです。これが前川国は27歳で設計をした、木村産業研究所という、本当にコルビジェ譲りの真っ白なところだと思います。これは市民会館です。これちょっとボケちゃってるんですかね、
論調は宗像志功が原画を描いて、博物館で、まあ、最上級の最上級です。でそのちょうど真ん中ぐらいに県立の弘前中央高校の講堂という建物を借りたりやっていて、何度か会話の中でここで大変素敵な活動に出会いました。これロビーです。こんな高校の講堂なんですけれど、もう60年以上使っているわけで、当時はもちろん立派な椅子だったと思うんですけど、大変まあ傷んじゃって、それで背板がかなり塗装が剥げてきて、汗をかいた子供が座るとシャツにこう色がつくようになっちゃったという苦情があって、それで中央高校講堂椅子補修プロジェクトっていうのをですね、市民団体が始めるんですね。で地元の工業高校の先生が指導されて、これ背板を全部一枚一枚外してですね、でそれをサンダー掛けをして、で塗装し直すっていう仕事を続けたんですね。こうやってこれも僕も一枚出してもらったんですけど、で結果的に2年がかりで806席の修理完了。実は先ほど話した通り、毎角による建築物が弘前にたくさん残ってる、時代ごとに残ってるんですけど、ある時市民の人がですね、建築の人じゃない人が、考えてみたら自分たちが日常の中でお世話になっているとか接している建築が全て毎角にはやったってことに気がつくんです。病院で呼ばれて市役所に届けを出して美術館に絵を見に行って、で最後は焼かれるっていう、まあ、本当に一生それやってくると全部前角にだってことが分かって、前角にの建築建物を大切にする会っていう会を作って、その人たちがこの活動をやってるんですね。で実はこの高校も報道もですね、取り壊しの話があったんですが、さすがにこういう活動されるとですね、そう簡単に壊せなくなってしまうんですね。まあ面白いなっていうかありがたいなと思うんですけど、それでちょうど2005年に毎角の生誕100年ということで、それを巡回させた展覧会を弘前でやりました。でこれ市民会館ですけども、ここでも行事がありましたし、で先ほどビジネスホテルのマップの話をしたらですね、教育委員会がこういうマップを作ってくださって、今配ってるんですけど、それから今市長さんが非常にこの前角による建築を大切にする人が市長になられたので、順繰り登録文化財、市役所がこの間登録文化財になって、先ほどお見せした木村産業研究所に2つ前角による建築が登録文化財になりました。明らかにそのさっきのビジネスホテルの赤丸じゃないですけど、弘前に来る人の何人かは前川国の建物を見に来るということになってですね。でこれもちょっと感動的だったんですけど、新幹線の中の車内紙無料で配っているプランベールっていうものですけど、これにその青森の特集がされていて、ここに弘前でデビューした近代建築家前川国によって特集のページを組んでくださって、市民の暮らしを支える8つの前川建築、半世紀を超えて今も町の人々の暮らしと共にあるというです、ね、こういう形になっていってるんですね。で先ほど広島の安芸大区のお話をさせていただいたんですけど、僕はすごくこの弘前の人と広島の人を知り合って、広島の人たちがなんでこんな活動を始めたんですかってちょっと打ち上げの席で聞いたら、いや実は弘前に行って建物を大切にする会の活動を知って、広島で私たちがやることあるじゃないかと気がついて始めたんですって言ってくださったので、すごく嬉しかったですけどね。でそれをこの弘前の人たちに伝えたら、それはそれで拍手が起きましたけど、まあ、そういう活動が今全国で少しずつ始まっているような、まあ、これちゃっかりしてるなと思うのは、前川国の建物を見に行くツアーの企画まで膨らんでるじゃん。それからこれちょっと近々の例というか
いろいろ動きが出てくるこの一つなんです。神奈川県にやっぱり戦後 の建築を代表するものが二つありまして、一つは前田国をやった神奈川県都市化音楽というものなんですけども、これも本当に明るいロビーと、それから図書館がこれ併設されているんですけど、これも僕もあんまり知らなかったんですけど、僕たち図書館って当たり前のように開花の書庫があって、誰でも本を手に取って好きなものを貸し出しできるっていうことに慣れてるんですけど、これは戦後の図書館の姿なんですよね。戦前の図書館はこういうことはなかった。書庫の中にしか本がなくて、行くと目録カードっていうのを見て、一冊これをちょっと見せてくださいって言うと一冊だけ書庫から出てきて、もちろん持って帰ることもできないし、コピーもなかったからそれを書き写すだけっていう、そういう形だったんですよね。で、そのことによって結局戦争中に情報の統制をされたっていう反省があって、進駐軍が日本の民主化政策として慶応大学に都市館学科を作って師匠を養成するんですね。そういう活動の中で戦後型の図書館、私たちが今当たり前のように使っている図書館ができたって僕も全然知らなくて、この初期の頃のこの図書館がそうなんですね。で、これが実は94年ぐらいに全部ぶっ壊してオペラハウス作ろうっていう計画があって、で相当大変でした。僕はまだ前川国の事務所にいたんですが、でもありがたいなと思うんですけどね、もちろん一流の音楽家もこう使ってたんですけど、ありがたいことに市民が普段使いするようなホールでもあった。超一流のここでヘンリック・シェリングっていう、巨匠のバイオリストも聞いたことあるんですけど、市民が商談も使っている、つまりその普段使いに裾を広げる形で稼働率が 90% 近くあったホールなんですね。でも全部壊して古いから壊してオペラハウス作ろうって段井熊さんが歌う94年ぐらいに壊してきて立ち上がって、その時にやっぱりこの建物に通ってる人たち、音楽家、それから建築家の人、だから建築家がよりもすごい広い範囲の人たちが、この方はもう亡くなっちゃったんですけど、エリス女子大のピアノ先生なんですけど、随分ご尽力してくださって、若手の音楽家に僕たちがシンポジウムやるとシンポジウムだけじゃつまらないでしょ、音楽館をやろうって言って、ボランティアで音楽を連れてきて、音楽堂で3回ぐらいコンサートをしました。今ちょっと時代が変わってですね、藤森哲信さんがもともとコーディネートされている音楽堂の建築見学会っていうのが、もう6回、7回ぐらいありましたね。半年に1回ぐらいやっていて、これは実は普段音楽ホールって楽屋とか舞台のように見れない。だから、平日の昼間なんですけど、とにかく建物を見学しよう、それから建築の話を聞こう、で最後は音楽を聴いて帰ろう、そういう形でイベントを積極的に音楽堂はされていて、で去年、還暦お祝いということで大きなその行事がありました。藤森さんと内藤博さんと、私も出させていただいて、最後は中道幸雄さんという素敵なピアニストですけど、音楽を聴くということをやりました。で例えばその音楽堂の今のお話をした後に、戦前の音楽ホールって多分日比谷公会堂なんですよね。残念ながら僕ここでまだ音楽は聴いてないんですけれども、おそらくさっきお話した学士会館とかと同じ有名小学校の話をしましたけど、明らかに違うわけですよね。音楽に対する接し方も違うし、建物に対しての認証も変わるわけです。そこのあたりは僕すごく今大事だと思ってます。このことを見失っちゃうと、なんか東京駅やっぱりいいよねっていう話になったらつまらないんじゃないかなって思ってますね。それからこれが戦前の図書館、帝国図書館。今子ども図書館として安藤忠雄さんがリニューアルされて上の庭で残ってるんですけど、これがいわゆるその戦前型の図書館ですね。先ほど申し上げた通り、借り出すことはできない、見せてくださいというと一冊だけ見せてくださいという図書館なんですが、結果にこう戦後的な形に古代時代の建築が建築の関係、人間の関係を変えるんです。
で、もう一つ、あの神奈川県で重要なのが、この神奈川県近代美術館です。坂倉純三という建築家が設計をして、妻宮という境内の中に、まあ、今だったらこんな境内の中にこんな白い箱の建物が絶対建ててもらえないと思うんですけど、それはやっぱりあの戦後のすぐの時期に内山岩太郎という非常に面識の深い、もともと外交官だった知事が県民の気持ちをやっぱり温かくするために美術を、あるいは音楽を通してということで2つの建物を作ったんですけど、この建物はあの本当にロティが池に面してあって、ごめんなさい、森永のマウントレーニアっていうあのコーヒーの宣伝にこの場所が映像で出てるので、あの YouTube かなんかで、ね、マウントレーニアってやるとですね、日曜日スタンのキャスターをしている井浦新太の新さんが出てくる、あの女性とデートしてるのがこの場所なので様子は、それからあのノルウェーの森でしたね、村上春樹の映画で使ったみたいですけど、これが今あの今年いっぱいで一応、まあ、八幡宮の借地権が切れちゃって、県立の美術館としては、まあ、閉館するという話が出てて、建物がどうなるのかということをみんなが見ているところです。でこの美術館もあの伊佐室口とか、あるいはごめんなさい、あのこういう小屋とかですね、こういう僕たちがなかなか接することがなかった芸術家たちのものを、こうああいう境内の非常にこう軽やかな空間の中で見るようになったわけですが、例えばそれはその例えば戦前のこういう東京府の美術館なんかと違うんですよね。美術と私たちの関係が、あるいは建物と周囲との関係が、これ象徴的だなと思ったんですけど、僕はこの場所知らないんですけど、この美術館の中に彫刻展示室っていうのがあるんですが、70年にクリストっていう何でもこうシートで覆ってしまうアーティストがいるんですが、彼がこういう、うん、展示をこの東京府の美術館をやったので、これ明らかにその美の伝道に対するある種のこう批評っていうか、あのそんな美術って偉いものなんですかっていうでの批評した展示だと思うんですけど、まあ、おそらくこういうことを見てくるとですね、あの美術館とかというものについても全然違うのと、でここにもやはりあの神奈川県新田美術館のプロフィジェがこうやってきて、でここに佐野内の彫刻が置いてあるんですけど、今でもそれと同じ場所があるんです。でこの建物があの航空写真なんですけど、コルビジェが見に来た理由があって、コルビジェは実は美術館建築をやりたくてしょうがなかった人なんですね。ところが、あの酒蔵が先に持ってきたんですね。まあ、それが理由かどうかわかんないんですけど、僕はあの担当された方にコルビジェが何かヒントをもらったんじゃないかって言われているんですが、確かにその国立西洋美術館がこれの8年後にあのできるんですけど、ちょっと似てるんですね、やっぱり。そういう意味で、この今、国立西洋美術館の世界遺産になるかならないかというみんなが見てるところなんですけど、あの神奈川県近代美術館は、まあ、まさに兄弟のような存在として重要じゃないかという話を今しています。で、これが本当にあの最終年度、このパンフレットがもう今年でおしまいなのかと思うと、ちょっといろいろ思いがある。まあ、何とか残そうということで、まあ、高階修司さんの方にも尽力してくださって、何とかなりそうな感じにはなっています。それからこれは昨年なんですけれども、あの丹下健三の教え子の一人である谷口義郎さんと、そのお父様、谷口義郎さんの展覧会を金沢市が企画してやりました。で金沢が運んだ2人の建築家っていうサブタイルについた展覧会があったんですが、ちょっとまあ谷口さんから手伝ってくれって言われて、手伝いをちょっとだけしたんですけど、こういう展覧会です。あの谷口さんのお父さんが金沢の二人焼きの窯元のお出身なんですね。で、あの金沢の町並みにやっぱり彼は学んで、でそこから独自の建築の、まあ、美学、
これはもともと紡績工場だったところを芸術村というふうに市民が無駄に使いできるようなギャラリースペースとか演劇の練習スペースを作ったんです。ここで谷口さんやりたい。で、谷口さんもなぜここでやりたかったかというと、美術館の中に入っちゃうとわざわざ見に来る人しか来なくなるんです。もっと市民に近いところでやりたいからということで、わざわざここでおやりになりました。ちょっとボケちゃったんです。これが谷口さんで、ここ見るのはマクさんですね。で、谷口さんのお父さんが戦後すぐに手がけたのが文学館で、これ今残っているという感じで残っている。それからこの県立の美術館とかですね、この石組みっていうか石の表現がですね、この細いのは実はこの石を小口を見せている積み方らしいんですね。で、それによって、機械壁というか持たせるみたいなことで、なんかこの形が実は谷口義雄さんも引き継いでいると話を聞いて、親子が同じデザインモチーフを作っているのを知ったんですけど、これを見ていただいてもどこかこう日本的な感じを作り出していて、縦の線 の、 非常に美しい建築が谷口義雄さん多いんですが、気がついたらそのやっぱり木造の古い町並みの中にある縦格子がモチーフになってるんですよね。こういうものも作られていて、それからこれがお父さんがこちらの元々のレンガの建築の修復する横で、吉尾さんの方が図書館を作られる親子の共演みたいな形を続けているわけです。それから金沢さんが運んだ谷口義雄のさらにその手のひらで谷口義雄という人が活躍を始める象徴みたいな建物です。それでお父さんと同じ年になった谷口義雄さんが手掛けたのがこの大切です。まさにその親子2代も金沢という地で仕事をしながら、金沢から学んだものを建築に昇華して作ってる。非常に静かな空間で印象的でした。シンポジウムもちょっとこの仕掛けをやらされたんですけど、今実はホテルオクラっていう建物がなかなか大変なことになっているで、金沢もやっぱりこういう金沢建築さん、これは地元 の、 金沢工業大学の人たちが作ったらしいんですけど、いわゆる古い町並みとお父さんの吉郎さんの仕事と吉郎さんの仕事みたいな県の県の含めてこういうものを作って、観音様に、金沢新幹線が行ったってことが大きいんですけど、でなんかどうも金沢に谷口義郎さんと吉尾さんの資料は全部寄贈して、谷口記念館という名前になるのかわからないんですけど、金沢市はすごい企画をされています。つまり金沢も建築っていうものを一つの観光資源あるいは地域の資源としてちゃんと位置づけていこう、そのためにやっぱり一番こう中心になる谷口親子っていうものをきちんとやっぱり伝えたいということで去年展覧会企画されたんですね。そうか。それから香川県の関係で言えばですね、谷口さんの方で言えば、谷口さんが吉尾さんが手掛けた全国の美術館同士が協定を結ぶっていうことまでやられましたよね。香川県の東山会館もそうですけど、ニューヨークの近代美術館とか豊田市美術館とかですね、丸亀の日の鴨源氏の現代美術館とか、そういうところの人たちと谷口建築を通して美術館同士が交流するネットワークも作っておられるんですね。その調印式も去年の秋に行われています。それからようやく日本にも建築博物館に、近い施設が開館して2013年亡くなられた鈴木良さんと安藤忠雄さんが、尽力されて、ちょうど田中真紀子さんが文部科学大臣になったときに、やっとこうして動き出したと思います。坂倉純三さんの展覧会が一昨年だったんです
って、去年、北木清則さんの展覧会があって、今年、吉坂隆正さんの展覧会があって、来年、大高正人さんの展覧会があるというふうに、今、展覧会をどんどん続けていく予定です。海外旅行に行ったときに、僕たちが見るのは、基本的に建築ですよね。ですから、どの国に行っても、建築博物館というのは国立であって、その国の建築の文化を知りたければ、まずそこに行けば、いろんなものを紹介してくださるんですね。ところが日本にそれがなかったということ自体が相当、奇妙なことで、昔聞いたことあるんですけど、海外の建築の研究者が日本の近代建築を知りたくて、日本にやってきて行き場所がなくて、結局雑誌社に来たっていう話なんです。結構情けない話。やっとその国立の建築博物館が動き出すんだなっていうところにたどり着いたと。それすいません、ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、還元建造をどう見るかって結構僕にとっても課題でして、というのは僕がいる前川国夫っていうのは戦前に還元建造がスタッフだったところでもあって、ちょっと還元さんのことを意識してきたのは事実です。二度ほどお目にかかる機会もありました。で、今日お話しすることっていうのは、実は還元さんに生きてる時に僕が全くそういうことを知らずにこともできなかったということもあって、なかなか人間ってうまくいかないなというふうに思うんですけど、おととしの展覧会でもこの卒業設計は東京大学に保管されているので展示されていましたけど、田辺さん1938年に東京帝国大学の建築学科を卒業するんですが、これ結構決定的だと思ってるんです、田辺さんにとって。なぜかというと、日中戦争が始まってるんです。で、建築資材統制っていうのがあって、木造しか作れなくなっちゃうんです。で、前川国王事務所に入るんですけど、で最終的に太平洋戦争の直前に東京大学の大学院に田辺さん戻るんですが、それも前川国王事務所に仕事がなくなって、これ以上前川さんに負担かけたくないからっていうことで書いたっていう、田辺さん書いてですね。で、何が重要かっていうとですね、田辺さんが卒業した時に実作を通じて近代建築のことをやるってことができなかったんですね。できない世代なんです。前川国はできたんですけど、前川さんはこの10年前に卒業してるんですけど、で、田辺さんの処女作品、現実に出会った作品が、実は先ほどご紹介した1954年の広島平和記念資料館なんですね。ですから大学を出てから17年間も実作が実現できない時代を過ごすんですね、田辺さんは。だから何をしたのか、紙の上で建築を考えざるを得ない世代です。そこに田辺さんのおそらく立ち位置の、独自性というか、ある意味時代の影響を受けた田辺さんの立ち位置があったと僕は思っています。これは戦後に撮られた東京大学の建築学科の屋上での写真なんですね。文芸春秋からの方に分かるんですけど、田辺建造、前川国夫、石田秀人という3人です。岸田側の2人を非常に育てたということが言えるんですけど、田辺さんは大学を出て前川事務所に入ったら1年目に2年目に初めて自分の文章を雑誌に現代建築という雑誌を発表していて、これミケランジェロ賞って書いてあるんです。副題がコルビシェ論の序説として書いてあって、ミケランジェロに匹敵する人間としてコルビシェを称えるこれもなんか田辺さんの立ち位置をよく表していると思います。で、僕どうしても田辺さんのことは分からなかったんですけど、田辺さんが考えている建築っていうのは人間のための建築っていうことではないんですけども、もっとその大きな存在です。だから例えばサンピレトロ寺院ですね、そのぐらいのものとして建築を見てました。いわゆるその何て言うか非常なっていうか、猥雑な人間っていうものを対象にするんじゃなくて、建築っていうのは何百年とそこに立ち続けるような、神に捧げるようなものとして、そういう存在として作るものなんじゃないかっていうのが田辺さんの頭の中にあったの。コルビュジェはそうでは実はなかったんですけど、田辺さんはそれをコルビュジェに見てたような節があります。で、これは田辺さんの私の履歴書私の歴史書っていう一本の鉛筆からっていう辞書伝の中に出てくる言葉なんですけど、
大学を出た頃の話なんですけど、旧来のいらざる装飾や空間をすべて取り払えという声に溢れている。それが現代建築だと言われていた。合理主義、機能主義の嵐で、真っ白い箱に必要な穴を開けたようなもの、それがいいのだという。だがそれは衛生陶器のようで、清潔さが感動というものではない。というふうに否定するんですね。これの中で多分イメージに合ったのが、山本守とかがやった病院だったり、東京の駅前にある東京住民局みたいな、まあ、非常にこうシンプルな白い箱のようなと思うんですね。でそれがまあ素晴らしいんだって評価してるけど、全然それは自分は評価しない。でもそのコルビジェを見ていると、装飾は拒否してるけれども、これが大事だと思ってるんですけど、人の心を揺するような何かがある。人の心を動かす何か、それを忘れてしまったら建築など一旦何だろうか。つまり建築っていうのはもっと人間に対して感動を与えるような、そういう存在にならなきゃいけないんじゃないかと。使いやすいとかそういうことを超えたですね、なんかある種の崇高さだったり、そういうものを持っている感動を与える存在なんじゃないかっていうのが、半毛さんがまさにそのコルビジェを通して、あるいはその向こうにいたミケランジェを通して、これこそ建築がやらなきゃいけないことだって思った初心なんですね。多分田辺さんの一生を見るときに、この言葉が僕はすごく象徴のような気がしています。多分それで田辺さんが具体的にデビューするのは、大学院に戻った直後、太平洋戦争下で大東亜の、まあ、記念するようなコンパクトな学会を主催していこうというですね。これも模型が一昨年の展覧会で展示されたのでご覧になったと思うんですけど、大変壮大な計画です。それでまあそれからあんまり年号が経ってないところもすごいんですけど、10年も経たない間にやったのはこの広島キリストセンターのコンペで一方登録。ご存知のようにここに原爆ドームがあって、まあ、慰霊碑があって、これもともとなんかアーチを作る予定で、ここに鐘を吊るす予定だったらしいんですよ。ここに3つの建物を並べるっていう、まあ、現状です。でピロティ越しにここに慰霊碑があって、その直線上に原爆ドームがあるという形ですね。原爆ドームに目が行くような形の構成をしている。これ96年に原爆ドームは世界遺産に登録されて、今朝の新聞です。なんか耐震の補修をどうやるかということで、委員会の、まあ、一つの方向性が出たということで、なんか免震にするとかって話もあったらしいんですけど、やっぱり土を繰り返してはいけないということで、それをやらないという結論を出したんですね。でこれがちょうど原爆ドームのもともと産業奨励館が今年100年ですから、100年の建物が今年戦後70年ですから、この建物ができて30年で原爆ドームになっちゃったということなんですね。本当に新聞としてスケッチをしている人がいたりします。ただ一方でこれ世界遺産に指定されたにもかかわらず、バッファーゾーンがうまく機能してなかったのか、超高層のマンションがこの隣にできちゃって、ユネスコから警告されたそうです。まあ、難しい問題やっぱりあるんですね。でその後、田辺さん都庁をやり、東京計画をやり、倉敷の市庁舎をやり、まあ、この写真見たときに僕、ちょっといろいろ感じました。木造のこれだけの街の中に、これほど巨大なコンクリートの塊ができたのかなという印象が、時代性ですね。多分おそらく加賀県庁舎とか加賀県体育館ができたのもこういう自突の関係だったんだろうと、僕たち今なかなかイメージができないんです。体育館ですね。これ今世界遺産にしようっていう動きが牧文子さんを中心に始まっています。かなり具体的に。カテドラ。
正直そのあたりぐらいまでは僕もよくわかるんですけど、その後の時代の関係さんを理解するのはなかなか難しくてですね、万博をやり、で最終的に都庁、まあ、私事なんですけど、この都庁の方向で僕は万博には住所にいて、万博にはやりました。それで、3ヶ月ぐらいしか期間がないのに、15万平米ぐらいでしたもんね。どうしたら終わるんだっていう感じだったんですけど、で応募要項は関係事務所が作ってるとか、模型に2億かけてるらしいぞとか、なんかそういう噂ばっかり聞こえて、とんでもないなと思って見てた。ただ、今回の結果が発表されて、この模型は見たときに頭がクラクラしましたっていう。他の人たちは、それこそさっきの話じゃないですけど、機能的な役所のオフィスビルを作ってるんですけど、丹下さんだけは全然違うことを考えてるのが、完全にそのカテドラルっていう感じなんですね。で、堀越さんっていう、丹下建造展でも模型作ってくださった柴野光大の先生がそのこのチームにいらっしゃったんですけど、言ったのは確か、丹下さんがこの建物のコンペやるときに、わざわざアメリカに行って、シカゴトリビューンっていう、シカゴですか、にある、ちょっとその、ゴシックの超高層みたいなのがあるんですけど、あれを見て、参考にしたっていうのを聞きました。だから僕らがこの通常の設計の中で考えていることと、全然こう次元の違うレベルで、都庁っていうものを見てたっていうのは、かなり僕にとってショックでしたね。あ、それでごめんなさい。もうちょっと振り出しに戻るんですけど、さっきの初心の話はしましたけど、ここから後の話がですね、僕が丹下さんが生きてる時にちゃんと聞きたかったことなんですが、実は丹下展の時に広島でプレイベントでシンポジウムをやってほしいっていうふうに県のと言われて、広島のピースセンターに乗り込んだんです。で松山岩さんという方と内藤博さんと、それから世界の記念制度の本を書かれている石丸先生と広島大学の先生に出ていただいてお話をしたんです。で、まあ、こういうシンポジウムをやらせていただいたんですけど、こうやって4人で並んで内藤さんにまずマイクを振ったら、すいません恥ずかしい話なんですけど、内藤さんって非常に人が悪い人で、つくまさんお前なんで丹下展やってんの、お前丹下に批判的だったんじゃなかった言うんですよ。壇上でですよ。それで丹下さんのお嬢さんが前の方で聞いてたんですよ。来た来たと思ったんで、ちゃんとそのことを言うだろうと分かってたんで、ちゃんと説明したんですけど、ちょっとそのことにかかるんです。で、まあ新聞の記事にもなっちゃって、そのことがつまりその丹下さんの姿っていうのは、なんとなく戦後の僕たちの自画像に近いことがあって、ある時代までは何か良かったのに、ある時期から何か暴走し始めて、本当にこのままいっていいのかなっていうような感じになっていっちゃったっていう感じで丹下さんにあって、それから実は晩年の前川国は丹下建造に大変批判的だったんですね。東京大学の教授としてある種の権力を握っていて、鈴木俊一って都知事と一緒になって、まあ、東京にボンボン機能を作って、あるいは海外の国王の仕事とかやってるということで、まあ、ちょっとそういう部分の丹下さんの負の側面というのは僕らの生きている時代になってしまったので、非常に批判的に見てました。そのこともあったんで、僕が今日今お話しする話を丹下さんに会ったのにもちょっとこう距離を置いて見てたので聞けなかったんですね。で実はこれはプロジェクトジャパンってハーバード大学のクールハウスという建築家が出した本の中に載ってた地図で、こういうのも日本人が作ってないところが悔しくてですね、アメリカの研究者が作った日本地図なんですが、これ空襲で焼けた市街地の、パーセントを書いて、高松が67.5%、僕一番びっくりしたのは富山ですね、99%。これだけ徹底的に木造の町並みが焼かれたんだっていうことをですね、で広島と長崎は真っ黒系なんですけど、でこの間毎日新聞にも似たようなものがあって、死者数が50万人って書いてあるんですけど、まあ、徹底的にこういう形で日本が戦争の時に引き継いだんですね。
で先ほどもその広島ピースセンターなんですけど、この写真が語る日本空襲っていう本があるんですけど、これを実は教えてくれたのは内藤博士なんですけど、僕にこういうのあるの知ってるかってシンポジウムの前です。なんか僕が調べていて、この画像も広島のシンポジウムをご紹介したんですよ。で僕会う時びっくりしたんですけど、この広島の平和記念公園に行った時に海外の人がですね、ここは公園でよかったねってです、都市の中で。だからここが人が住んでたって発想ないんですよね。でこれは実は右側の写真は何かご存知だと思うんですけど、米軍が原爆を落とす前と落とした後の写真を撮ってるんですね。落とす直前で僕全然知らなかったんですけど、ここに 100m 道路ってあのマラソンやるときの出発点になる大きな歴史があるんですけど、これは何だったかこれ分かったんですね。建物疎開の跡なんですね。あの木造の町並みはやっぱり火が飛ぶので、あの道路を広げるためにあの建物を強制的に乗かせるっていう建物疎開が戦時中に行われるんですけど、それの跡なんです。で田辺さんがなぜその広島ピースセンターのコンペをやろうと思ったのかという理由があって、田辺さんは広島高校の出身なんですね。あの広島大学の教育学部の付属ですから、彼はあのこの原爆が落ちた時はもう東京大学にいたので、あの被爆してないんですけど、給油を全て失うというそういう経験を持ってました。そのこともあって、まあ、こういう写真を本人が撮られて、でちょうど戦争が終わって10年経った時に、大体この建物が出来上がったんで、大きな記念式典があったんですね。で僕は謎って書いたんですけど、この航空写真の意味がよくわからなかった。なんで原爆ドームの方が写ってないのか。今こうなってるわけですよね。原爆ドームがあって、慰霊碑があって、ここに記念館があって。なんでこっち写すの。この理由が謎だったんですけど、この本にその意味が分かったんですよ。あの世界遺産になったんで中国新聞社さんがこういう本出したんですね。でこの本も絶版だっていうのも結構悲しい感じがしたんです。古本で買いまして、で100年前のこの建物がこういう姿をしていて、それは実はそのオットロエナンっていうウィーンの建築家のこれをまあモデルにして作っているんですね。こういうことも全然僕知らなくて、つまり当時世界の最先端のデザインでこれ作って、まさにその陳列館としてですね、産業省用しよう。これも全然知らなくて、これがもともとの姿でこうなってるんですね今。でこれも知らなくて、なんで原爆ドームが残ってるかというと、真上で炸裂したからなんですよね原爆。ちょっとでもずれてたら全部倒されてるんで、そういうことも全く知りませんでした。でこれがあの終戦の翌年の原爆ドームという姿で、田辺さん実はこの年にあの広島の復興計画を立てるために調査に入るんですね。この中に。でやっぱりこれすごく早くて、これ原爆ドームが映ってるんですけど、45年でこれが51年とかで、こんなに街がこう復興してくるんですね。だからますますその原爆ドームの意味も分からなくなって、先に結論を言うとですね、1949年に丹下健三が一等を取るんです、コンペで。だけど原爆ドームを残すってことは全く決まってなかった。原爆ドームを残すことを決めたのは1966年、コンペから17年も後なんです。だからその間はいつ壊されてもおかしくない。原爆ドームがなくなってもいいっていう状況が続いてきました。で本当にその傷が別に当たり前ですよね。原爆で破壊されてるわけですから。で今も森さんの状態をどうやって保つのか。ものすごい苦労されているんですけども、これも僕まだ見てないですけど、原爆の子っていうあの新藤兼人監督が撮った映画があって、奥さんになる音羽信子さんの主人公で出てる映画があるんですけど、最後は立ち入り禁止になるんです。でようやくこの66年に広島市議会がこれをもう残そうという決断をします。で田辺さんの言葉が残っていて、終戦直後、戦災復興への職を受けて破壊された都市の復興計画を立てることになったとき、私は率先して広島担当をしていた。
で今広島に行くと原爆死にかかって死んでしまう草さえ一本も早いんであろうと噂されていたが、私はたとえ我が身は不強いと思っているこの思いで広島に行くと死にました。僕知らなかったんですけど、患者さんはこれが理由だったかどうかわからないんですけど、晩年は肺がんで随分苦しんでおられた。楽しい高校生活を送った土地であると同時に、お父さんとお母さん空襲で亡くされたのかな、同時に失った時に災難を受けた土地である、何か大いなる因縁というものを感じられなかったのである。焼け焦げた市長の地下室にわずかに残っていた資料をもとに新しい広島市のマスタープランを作るのが私たちの仕事である。わずかな廃棄を受け、空腹を迎えながらの毎日。川の向こうにドームの鉄骨を剥き出しにしたままの産業省令官の悲しい姿を残していた。議論は二つに分かれていた。悲惨な姿は平和地にそばないから取り払うと、いや悲惨だからこそ残そうという考えだ。私は残すべきだと思った。原爆の恐ろしさ、残虐さ、非人間性、そうしたことを永久に忘れないために、お平と人間が原爆死をしない、このドーム信条として残すべきだと考えた。田辺さんの思いがここにあって、で風景の中に入り込んでいって根底を出した。それ1949年です。でこれがさっきの写真の反対を向いた写真の理由なんです。まあ多分ご存知だと思うんですけど、原爆スラムっていう名前になりましたけど、被爆者の人たちが住むとかなくて、ここに木造のバラックがあって住み出したんです。で結局この慰霊碑が先にできて、コンクリートの。でここで52年に式典が開かれたんですが、後ろを隠してるんです。でさっきの55年の反対の方法もこういう写真なんです。だから撮れなかったんです。こういう写真。逆に言うとですね、私たちはその結果から見てますけど、こういう時代が長く続くわけですね。で、コンペが終わってから残すまで17年間、いつ亡くなってもいい状況の中で、最終的に残した。そのために丹下さんが僕たちが今見る風景を頭の中に描いていた。でその背後に自分の個人的な経験があるということを全く僕は知らなかったんです。でコンペの時にこういうことが書いてあって、平和を祈ることによって与えられるものではない、平和は建設されるものである、新しく設けられる記念館は平和を作り出す工場でありたい。つまり、あの場所に行けば原爆ドームに目が行くわけで、僕はこの田辺さんの元でこの資料館の設計をやっていた大谷幸男先生に晩年ちょっとお話を聞いて、本当はその本に入るはずなんだけど、大谷先生も喋れなくて、録音できなくて撮れなかったんです。それで聞いた話では、平和記念館っていうのは正倉院の宝物殿つもりで作ったんだよ。被爆者の遺品を赤蔵のように掲げ上げて、永久にそれを残す。でなおかつその下を見ると原爆ドームに必然的に焦点が当たって、なぜ原爆が落とされたのかということを考える場所にしたい。祈りの場所じゃなくて、平和を作り出す工場。そういうこともあって、多分この原爆資料館と、一方でこの被爆した神父さんが世界からの拒否をもとに作った聖堂が、戦後初の指定を受けた。ただ戦後初は広島に死んですが、そういう理由があります。ただ香川県庁舎も僕同じだと思ってるんですけどね。今広島に行くと、これ売店で新幹線のホームの下にある売店でこういう絵はがきが売ってて、原爆ドームともともとの産業省令がポストカード、だからこのコンペを出した時の歓迎の気持ちはやっと僕にもよくないですねで、そういう意味では香川の建築っていうのを僕はそういう目で見てきたので、今みたいな話をちょっと内藤博士に突っ込まれた後に話をしました。それから香川県庁舎が大変大事に使われてるってことも、丹下の建築などで非常に大変なことなんじゃないかって話を広島でしたんです。これ神谷先生です。
で、神谷先生から僕聞いたことで、確かカタログのインタビューをさせていただいたんじゃないかと思うんですけど、この計画を始めるときに、ある日、神谷先生が、この写真じゃないんだそうですけど、確か。清水寺のこの木造のですね、この、まあ、こう立派な、まあ、枠組み、骨組みをですね、写真を持ってきて、いつかこういう建築作りたいですよねっていうことをなんか研究室でおっしゃったそうです。つまり先ほど の空襲の話じゃないですけど、日本という国が徹底的にやっぱり痛めつけられて、みんなが自信を失っている時に、まあ、京都は、まあ、たまたまその戦災に遭わなくて、まあ、木造のこういう文化が残っている。で、日本にはこれだけ立派な建築物があるじゃないですか。だから戦争が終わって新しく復興するときに、こういうものを基本にして私たちは作ろうよということを、まあ、神谷先生の中に話して、でそれがまあ結果的に川建築所になったんですね。で、川建築所も例えば それ以前の戦前の庁舎建築とはやっぱり決定に違うわけですよ。さっきの話じゃないですけど、やっぱり堂々とした立派な、とても近寄れないっていうと、まあ威厳はあって権威もあるんですけど、違うわけですよね。そこを私たちちょっと大事にしなきゃいけないんだと思いますよ。まあそれでこういう形でやられて、県の広報でこういうものを出せるって素晴らしいことだなと思うんですけど、今名神の話で僕の議論を話していただきました。これも実は知事もなかなか勇敢な方で、検討委員会を公開でメディアを全部入れて、知事も参加して公開でやられていて、でその前の日に僕はたまたま泊まって、本屋さんに行ったらこの本売ってたんで買って、いきなりこれコピーして配ってくださいっつってコピーを取って配ってもらったんですけど、東京の方が作った「かがおおらか」っていう本が書かれる、そこに建築者が開かれた建物が出ていて、で何を言いたかったかっていうと、ここに見学時間が書いてあるんですけど、当たり前ですけど平日の会場時間が書いてあるんですよね。で僕は川建築者のガイドツアーとかに参加したりして、一番感激したのは、東京からたくさんの、まあ、人が見に来て、でその横当たり前のように札使いしている職員の方が登庁してくるわけで、それが素敵なんだって話をしたんですけど、でこんなガイドブックに県庁が取り上げられて見学時間が会長時間が書いてあるって他にないですよ。そのことを皆さんに分かってほしいなって話をちょっとしたんですよ。で、まあ、常設の建築展示コーナーもありましたし、で、まあ、体育館やっとたどり着くということなんですけど、これは実は僕20年前に来た時の写真なんです。で正直さっきの内藤さんの悪口じゃないんですけど、どう見たらいいかさっぱり分かんなかったです。で今もそんなに変わってはいないんですけど、やっぱり力技の建築だし、通常僕たちの感じている建築に対してはちょっと違う感じを受け取ると思うんですね。ただやっぱりそれなりのこう理屈があってできてるってことをなんか当時の雑誌を見てたら分かったんですけど、僕も全然知らなくて、敷地がそんなに広くないっていうのがあって、でそれから周りにこう住宅地があって、あんまりこう体育館が開放的で音を出すっていうことじゃまずいっていう条件もあったらしいんですよね。でなおかつでも開かれたっていうキーワードが多分戦後の建築なんですけど、開かれた場所を作りたい。でこれもさっき その図書館からも全部一緒ですけど、戦争中の体育教練、その軍人を作るためのそういう教練みたいなものじゃなくて、スポーツっていうですね、誰もが自分の体を動かして楽しんでいいよっていうものをするときに、どういう施設がいいんだろうっていうことを考える。そうするとスポーツする場所が実はここら辺が田辺さんの特徴だと思うんですけど、やっぱりでも劇的な場所にしたいわけです。つまりそのスッと入れるっていうよりも、やっぱりワクワクしながらその場所にたどり着いて、普段はなかなかそういう場所を僕たちは経験しないような場所で存分に外で自由にスポーツできますよっていう、そういう場所をやっぱりここで作ろうとして、で敷地が狭いから上に上げたんですよね。だから1階のロビーっていうのは川建庁舎と全く一緒で、
別にスポーツやらない人がそこで一日おしゃべりしててもいいよ、あるいはスポーツを観戦する人がそこに行ってもいいよ、あるいはスポーツを見た人がそこで、あるいはスポーツをやった人がそこで休んで、で、語らって、そこは市民のための広場だよ。だけど、その場所と明らかに違うものに、階段を登っていくとたどり着いて、なんかそこにいると、多分これ、代々木のオリンピックプールも全く一緒だったと思うんですけど、市民が使ってる割には、なんか、ずいぶん立派な場所になるわけですよね。なんかある種、贅沢な場所だったと思うんですよ。例えば、小学校の大館みたいなのも、全然違うわけですよ、子供に体験させれば。多分そこに丹下健三はやっぱりこの建物に込めた意味があるんですよね。これが雑誌から出てきたその竣工した時の周りの風景で、なんか僕知らなかった、ちょっと順序が僕よくわからないので、どなたか教えていただきたいんですけど、競輪場も含めてこの辺り一帯をスポーツの公園にしようという計画の一環だったということなんですね。今は全くそういう感じじゃないですけど、それで敷地がこれだけしかなくて、それの一つの、どういったらいいですかね、それこそ、龍安寺の石庭の石一つを作ったっていうだけなんですけど、本来だったらこれを起点にしながら、この地域全体がスポーツ公園になるということを夢見て作ってたんですね。まあ、ですからこんな不思議な。だからこの部分についても完全にその外と一体になるし、でも中に入るときにはこう、暗がりの階段を上がっていくと、全くこう見たことのないような場所だけど、どこにいる誰も観客も含めて一つの空間に自分たちがいて、そこでスポーツを存分に楽しんでいいんだよ、何も強制されるものはないんだよ、こういう、まあ、まさにその戦後のスポーツっていう、それを見るだけじゃなくて楽しむ場所、体を動かす場所としてのレクリエーションとしてのスポーツっていうものを市民がここで楽しむということで作られていく。で、贅沢ですね、今考えると剣持三郎さんがデザインしたこういうものを普段使いしていることが素晴らしいんですけど、剣持さんとは勇の口と一緒に仕事もしている人ですけど、でさっき平野さんお話しくださった通り、僕はたまたま丹下健三展にお話があって、いろいろ広島とか倉敷なんかでもシンポジウムをやらせていただいたんですけど、瀬戸内海のモダニズム建築、香川県だけじゃなくてものすごいポテンシャルを持ってる、で本当にその中の中心として香川があるなっていう感じがします。でそれ素敵なのは、丹下さんというか東京の建築家がラックサンドにやってきて、今でもそうですけど、ポツッと一つ落として玄関出しかピンポン出しか逃げ帰るんじゃなくてですね、そこに山本隆っていうですね、ちゃんと丹下健三をサポートしながら、丹下健三のいい部分と悪い部分を全部受け止めながら、やっぱり香川県で地道にずっと長く仕事をするっていう存在がいた、それもちろん金子知事のバックアップもあっての話だと思うんですけど、これが多分香川県ってものすごい特色ですよね。で彼がいたからこの大高さんが栄えての人物を作れたわけだし、まあ、大高さんはその後広島の先ほどの原爆スラムだったところを都市公園にするために、その住んでた人たちを、まあ、入ってもらう施設として高密度化したちょっとそのマンション中部地帯を作って広大な都市公園を作り出したんですけど、全部つながってるんですよね。あ、これが湧き置く広島の人たちがやってる見学会で、屋上に上がらせてもらって、普段公開されてないんですけど、これ屋上が、まあ、素晴らしいですね、これ。いや、この時代見せたかったねって話をしたんですけど、全部つながってるんですよ、何百メートルの屋上が。で、わざとこう段差をつけることによって、海の方に眺望が開けるんです。夢のような場所でした。まあ、それから淡路島に行けば、第二のリースタイル、最近修復されてオープンしたみたいですけど、でここに行けば岡山に前川国がやった岡山県庁舎文化センターがあって、それから美術館があってっていうですね、
なんか井戸熊さんがはじめ金子知事に建築家を紹介してくれって言ったら、前川国夫って言ったら、前川さんはちょっと岡山の建築者やってるから前川さんというわけにいかないということで金子さんって話を聞きます。で、倉敷で、まあ、田辺さんが仕事をした後に倉敷さんという、まあ、この倉敷を基盤にした建築家が、まあ、まさにその田辺さんがこうやるなら自分はこうだっていう思いを持って作ったのが多分それもこの蕨美術館の文館であり倉敷の国際ホテルなんですね。これだってやっぱりあのあとはアビスケアというですね、まあ、元々の紡績工場をホテルに直すという全然的な仕事を70年代に受けられたんですけど、で、まあ、こうやって見ると田辺さんのこの建物がちょっと違って見えてくるんですけど、でこの建物もあの視聴者が終わって今美術館になってるんですけど、これもやっぱり壊せっていう話がある中で、実は浦部さんが大事に回収してこれ残そうよふうに声を上げたというふうに聞いている。だから市役所として使わないんだったら美術館にして特に残そうよと声を動かす人がいるんですよね。これはまあついでの話なんですけど、さっきの木造の町並みなんですけど、これあの建物の床面積で木造のものがどんどん減っていって、非木造の鉄筋コンクリートの鉄骨が増えてきて、ここで交わるんですよ。1964年なんです。逆に言うと日本という国は50年前までは木造の国だったんです、ね、だからまあ空襲で焼かれてしまうんです。しかしそのこともちょっと思い返さないといけない。だからこそ60年代に盛んにやられてたのがデザインサーベイですね。木造の街並みを記録しよう。彼らが今のグラフを意識したかどうかわからないんですけど、やっぱりあの大事だと思います。これも今問題になっているんですけど、増田智也という今年生誕100年三元の一つ下なんですけど、この道の視聴者、これは確実に香川県庁舎の木を張って作った建物なんですね。文章で公会堂が隣に立っていて、実はこの公会堂の構造設計をやった岡本さんがこの直前にやったのが、この時にやったのがほとんど同じ。それが還元体育館ですね。多分ですね、還元建設連津久井義勝っていう、まあ、構造のパートナーがいたんですけど、代々木とかいろんな仕事でものすごく忙しくなっちゃって、その構造の関係者の中でちょっとネットワークを使ってですね、岡本さんに頼んだんだと思います。で、岡本さんが京都大学の出身だったので、増田智也の建築の設計を。今今年10月から実は僕のいる資料館で草田留の展覧会があるんですけど、ちょっとこれ全部取り壊してここに新しい庁舎を70億かけて作るっていう動きがあって、ちょっと意見広告を出したいかなということで、まあ、僕もちょっと名前が入ってるんですけど、これだけしました。そろそろこれで終わりなんですけど、でそういう山本忠、浦部静太郎、それから日津市岡を作った松浦正也っていう、まあ、瀬戸内海で活躍した建築家3人 と、そういうことを大事にしようって提起していた明治大学の幸次郎幸郎っていう建築の歴史の先生ですけど、瀬戸内海建築憲章っていうのを79年に出してるんですね。これも探検展のお手伝いするときにこういうのが起こったの知ってるって知り合いから教えてもらって、僕も知らなかったんですけど、今こそこれをもう一度言うべきだと出しているんですね。まあ、人間との関わりを理解し、媒介としての建築を大切にするとで、人間を大切にするから建築を生み出し、作り出すことを始める。それは瀬戸内海の自然と環境を大切にし、そこから建築を生み出すことである。建築環境と建築を有利し、建築が一人歩きすることはない。先人たちの作った文明を見極め、これを理解し、将来の飛躍のための基盤の仕足が回復する。過去及び現代において、瀬戸内海が日本人のための文化の母体であったことを知るとともに、それが世界に開けた門戸でもあったことを確認する。すなわち我々はこの地域での文明を守り、それを打ち出していくことと合わせて、広く世界への根を描き、建築について自分に貢献する。
で、まあ、明らかにあのオイルショック以降のやっぱり近代そのものに対する見直しの時期でもあるわけですね。瀬戸内海は手島の問題なんかもそうですけど、産業廃棄物の処理だったりいろんな問題を起こしてきたコミュランドの公害の問題もあって、だけどだからこそこの瀬戸内海建築検証っていうのを定めて、やっぱりもっと自然に調和するような建築環境というのを考えようというのを、まあ、お話ししてるんですけども、こういう4人のメンバーが提案してる。この辺で終わりにしたいと、もうちょっと あるんですけど、まあ、ちょっとたくさんの人から、この辺で一応クリアさせていただきます。すみません、ありがとうございました。ただいまより10分間休憩をさせていただきますので、皆様、10分後に休憩をまずよろしくお願いします。第2部の方を始めたいと思います。この県立体育館保存の会会長、川西修理、体育館についての話がございます。皆さんよろしくお願いします。の香川県立体育館保存の会という、団体を、この、最終の、不調の問題が起きまして、そして代表への川西と言います。よろしくお願いします。僕の方から、香川県立体育館について、詳しくは、この後ちょっと見学会の予定をしておりまして、そちらの方でお話ししますけれども、概要の方をお話をして、その後、今保存の会という団体がどういうことをしているかということを、話させていただこうと思います。まず、建物の概要といたしまして、香川県立体育館は今先ほど松隈先生がおっしゃった、1964年、今から、51年前の、に、建った建物です。でこの1964年というのは東京にあります代々木体育館と、同じ、年に建った建物ということになります。設計は、もちろん、短期建造さんなんですけれども、実施設計の方は、その時に、短期建造、都市建築設計事務所の方が代々木体育館の方で、設計が、精一杯ということで、実施設計の方はもともとその短期建造さんのところにいた方が立ち上げた集団制作建築事務所というところで実施設計の方を されたということを聞いております。構造設計ですけれども、そのまあ代々木体育館のことでパートナー構造のパートナーの坪井先生の方が精一杯ということで、先ほど松本さんがおっしゃったように岡本建築設計事務所さんがこの香川県立体育館の構造の設計を、されております。で、現場管理の方は香川県の、土木部建築課が、されております。施工の方は、清水建設さんの、施工になっております。で、構造といたしまして、当時、最先端の、構造であった、プレストレストコンクリートを使われておりまして、あと、その釣り屋根構造といって、先ほど言った代々木体育館と同じような構造の形式を、形は違いますが似たような構造の形式を取った建物となっております。敷地面積に関してはですね、大体80メートル ×80 メートルのところに建っているという、建物です。ほとんど、敷地の形状としては正方形の、その中に真ん中と真ん中に体育館が、あるといます。で、固定の座席数ですけど、1300席で、アリーナのところを、100席を使う使うと1800席ぐらいの、集客能力のある、体育館というふうになっています。大体今の求められているその県の体育館というのは、3000人だとか5000人だとかが、収容できるアリーナが欲しいみたいなことを、さまざまな県の、県立体育館はそれぐらいのキャパシティがあると思います。それで今先ほど、代々木体育館の話をしましたけれども、この香川県立体育館が代々木体育館となぜ兄弟作みたいな形で言われているかと
って言いますと、この左側にあるこの、模型、こちら、香川県立体育館の、模型なんですけど、右側にある、この模型は、代々木体育館の模型でありまして、この、香川県立体育館の模型ができる、できたのはですね、この代々木体育館のスタイルをする過程で、この、香川県立体育館の形が生み出されたと言われております。だから、この2つの建築が、兄弟作であるということだし、この代々木体育館自体がそういうこの、まあ、国宝だとかっていうのにしていこうっていう動きがあるのならば、そういう歴史的経緯からとっても、この香川県立体育館の重要度っていうのはすごい高いと、考えております。こちらが、竣工当時の、新建築という、建築雑誌に載った、香川県立体育館の、お知らせですけれども、まあ、先ほどの松隈さんがおっしゃったように、周りはもう何も高い家とかがなくて、その平屋のとか2階建てとかがある中にこう突如として大きい建築のボリュームが出てくるというような、ことになっております。こちらは、今話題のドローンという小型のヘリコプターで撮ったんですけども、今の街並みはこういう、まあ、マンションがあったり、ここにあるのが今会議場になっているホテル、まあ、随分その街の周りの環境は変わってきておりますけれども、多分おそらくこの体育館があることによって、その街の個性というのは生まれてきていると思います。でこちらが、建物の、まあ人が立った時に、まあ、見えるような目線で、まあ、写した写真で、本当にもう周りはあまり高い建物がなくて、こういう大きい建物がドーンとあるような感じになっています。こちらはまあそれを、まあ、ちょっと向きは逆ですけれども、まあ、アイラインぐらいから見た、立面の様子です。でこの色が、赤色っぽい感じになってますけれども、当時は、打ちっぱなしの外観でした。この赤色になっているのは、もともとその打ちっぱなしだったんですけど、どんどん劣化してきてて、その補修の、塗装を、ベージュ系の色で塗ったらしいんですけれども、どんどんそのグレーですか、グレーで塗ったんですけれども、その紫外線だとかの劣化の具合でどんどんその色素が抜け落ちて、強い赤色だけ残ってしまったっていう結果が今のこの色の状態になっています。でこちらがまあ当時の、竣工当時の、室内の様子です。でこちらは、アリーナの方が4年ぐらい前からまあ閉鎖されてるんですけども、まあ、その当時僕自身がバドミントンのサークルで、ここ毎週行ってたんで、その時に撮った写真がこちらです。これがまあ真ん中あたりから見た写真です。でこの写真は、閉館の日に、ドコモのツアーの方に、まあ、僕自費で出席して、その時に撮った、中の写真ですけれども、まあ、閉館の時だったんですけれども、とてもまあ豊かな空間だと感じられるような光が差し込んできてますし、まあ、このほこりとかが溜まってますけれども、すごく綺麗な空間として、なんかちょっと身が引き締まるような感じの空間でした。こちらが竣工当時の、エントランスホールの様子です。で今もその今ちょっと店内の遊具系のマットだとかが全部こちらの方に集中して物置のに使われておりまして、ちょっとこういう様子ではないんですけれども、この閉館前ぐらいの様子でもこのようにこう床とかツルツルの面になってて、すごく丁寧に使われている様子がこれでも分かると思います。でこの照明器具だとかも、今さっきご紹介があった剣持さんのオリジナルの照明器具に、
どのような経緯をたどって、こちらの裁判の閉館まで至ったかというと、まあ、大まかに説明すると、この1998年の方に時に、この耐震診断を行ったんですけれども、その地震のその、耐震指数というのがあって、まあ、それは IS というんですけれども、こちらの方が 0.6 以上あることが、まあ、安全と言われるので、中ハードしないという基準なんですけれども、そちらの方が、まあ、0.6 よりも、まあ、下まで、まあ、0.54 という結果が出て、で、もう耐震性が、まあ、足りていないという、まあ、結論になったんですけれども、この間の間、この阪神・淡路大地震があって、このまあ、県としては、学校の校舎とかの方の、耐震化の方を進めていたので、どんどんその体育館っていうものに対しての耐震化が遅れていた時に、まあ、その2012年の時に、そのまあ、実際その耐震改修をやろうかっていう話になった時に、その屋根の調査を行った時に、まあ、その屋根自体が落下する恐れがあるということが判明いたしまして、アリーナの方が立ち入り禁止になって、その後に、改修案がまとまって、入札、1回目入札、2013年の11月で、したんですが、その時の予定価格が、5億7600万ぐらいの時に、区長、その、翌月の、まあ、2回目の、入札では、ちょっと微増で、5億円ぐらい。まあ、1000万円ぐらい、プラスした状態で入札を行って部長で、その後、2014年の1月に、まあ、一般入札なんですけれども、見積もり徴収型っていって、まあ、工務店の方にある程度の見積もりを指した状態で予定価格を決めるような、まあ、ちょっと違うかったらと訂正してもらいたいんですけれども、まあ、そういう、その、まあ、より実質的な金額に合うような形で、見積もりをあらかじめ徴収した状態から、予定価格を決めて入札を行ったんですけれども、こちらの方も、2億5000万ぐらい上乗せしたんですけれども、部長に終わり、で、その年度をまたいで、6月の段階で、予定金額を、まあ、11億円ぐらいに、計上するんですけれども、その後に、入札すらせず、なぜか、香川県は耐震改修化をやめて、今後体育館としてはもう利用しないと決定をして、今後の方針については解体も含めて用途変更とかする、まあ、どうするかっていうのをこれから決めるという段階に、入って、もう体育館として利用しないからもう9月の末で閉鎖ということになって、閉鎖になってて、で今後どうするかいうロードマップとかスケジュールみたいなものは今のところ全く、県の方からは示されていない状況です。で、まあ、僕らはその香川県立体育館をこの会場に立ち上げておりますけれども、まあ、普段どういった活動をしているかということを今から説明します。まず、主にはインターネットの方で、活動しておりまして、この、http://kentaiboson.org という URL の、ホームページを持っておりまして、そちらの方で、活動の報告ですかとか、あとはこの体育館が、まあ、どういう経緯で建ったのかとか、どういう使い方をしてたんだとかっていうことを掘り下げながら日々更新していく中で、皆さんに、まあ、この体育館の興味を失ってもらいたくまずはないので、そういう呼びかけを日々行っております。
で、今、まあ、Facebook ページもありまして、そちらの方が、まあ、日々更新している記事が多いんですけれども、今の段階で、フォロワー数が、2216人、これっていうのは、今香川県でこういう団体の Facebook ページっていうのがありまして、いろいろなその中で大体今のところ上位30番から35番のあたりにいるような、まあ多くの方が見ているページと今なっています。で、まあ日々どういうことを、まあ、つぶやいているかというとですね、まあここでもトップライトだとか、そういう、この上に空いているものがトップライトだっていうことが知らない人もいるので、まあ、そういう、タイト感の、まあ、ことに関してだとか、あとはどういう経緯でこういう形になったのかとか、あとはその県の方に、まあ、延期っていう選択肢も、まあ、あるんではないのかみたいなことを市民の方に投げかけるような形でコラム的な記事を書いたり、あとはこういうこうイベントを、まあ、しているんですけれども、まあ、そちらの方の案内ですとか方向だとかを、行っています。で、まあ、こういう耐震改修を、まあ、選択した場合にどういう耐震改修の方法があるんだとかっていうことも、まあ、そのページを見ている方にアンケート形式で行ったりしています。まあ、具体的に言うと、まあ、この左のやつはもう体育館としては使わなくてモニュメントとして記念碑的な利用方法をするのがいいのかとか、あとはその現状のもう体育館のままパイプを何ですかね、その最高品質の、まあ、どれだけコストがかかってもいいから残すのかとかっていうのをこう実際に見てもらった人にアンケートを取って、その結果を公表したり報告したりしております。で、電子証明の執行も、行っておりまして、今現在は600人ちょっとで、今受付の方にも、署名の用紙を置いてますけども、今リアルの方では、まあ、350人ぐらい集まってますので、まあ大体2つ合わせてまだまだ少ないんですけれども、まあ、1000人ぐらいの署名が今集まっております。で、まあイベント、まあ、活動しまして、こちらはその体育館が閉館するときにクロージングイベントとして、まあ、みんなで、まあ、使ってた人だとかを誘って、ちょっとした宴を行ったり、あと、まあ、落葉の周り、まあ、木々が多いんですけれども、落葉の時期に、清掃活動を行ったりですとか、あとは、まあ、ことあることに、まあ、この後もやりますけれども、まあ、見学会っていうのを、まあ、今まででおそらく10回ぐらいはやってると思います。あと、体育館を、まあ、利用したことがない県民の方も多くいますし、こういう問題っていうのが起こっていることを知らない方も、まあ、いるので、体育館のことを、まあ、そういう人使ってた人たちには懐かしんでもらったり、あとはこの体育館を知らなかった人には、こういう体育館あったんだ香川県にみたいなことをちょっと外部に発信していくために写真展を行ったりしています。で、そういう写真展は、まあ、そのギャラリーとか借りなきゃいけないので、まあ、その大きいイベントがあった時にブースとして、まあ、こういった形で出張写真展みたいなことをして、そこで、まあ、皆さん、まあ、反対派の人だとかもいるので、そういう人とコミュニケーションを取ったり。